チャオ、あっちゃんです。いや今日は暑くてね、もうお昼っていうか夕方、ちょっとね、小腹も空いてきまして、おにぎり半分だけ食べようかなと思って子供の食べ残しうん、ちょっと食べて半分残ってて、孫はね、ちょっと手前の時間にちょっとだけ食べます、ちょっと待って、疲れた。今日暑かった、今もすごい暑かったの。で、今あまりな水なりね、倒れるかなっていうね、暑かった、今ね。しかしながらやっぱり急いでるよね、ちょっといろいろ撮ってたのよ、今日は動画を増やしてから帰ってね、だからね、もちろん動画本数もね稼いでいかなっていかなあかんねんけど、なかなかね、再生を増やすためにはね、今まあ動画本数を増やすしかないねんけど、もうちょっとね、本当に一本でね、いっぱい再生取れる動画を考えていかなあかんなと思ってでもこんだけ暑かったらね、頭回れ、でもなんか、考えてやらなあかんなと思って、来週ね、考えておこうかなと思ってるんだけど、今週もね、何やかんと忙しくて、もっと19日、18日か、今日は18日、でも、ね、こっちは今18日やね、18日の夕方やけども、もう今週19日で土日でしょ、もう来週。来週もね、予定がね、2つも入ってんのよ、ね、動画を、作って。女子のことをして頑張ってるけどね、なかなか、でもね、ごまと白が美味しいな、あっちゃんイコール食べ動画みたいになってるからね、食べることを配信していけたらなと思ってね、今はね、うちで食べることが多いんだけど、外食をね、増やしていきたいなと。そうするために稼がなあかんから、いろんなとこ紹介できたらなと思ってんだけど、デマとかね、人を陥れるようなことを変えてきて、アンチ的な種目入れてるからね、普段外食する外食チェーン店に迷惑かけたりするしね、本当にね、いろいろ難しいところがあってね、だからこそできることをするしかないなと思ってね、でもね、外食をするっていうのもそのお店の宣伝にもなるしね、やっぱりね、それ見て、あっちの動画見て、あ、行こうかなと思ってくれたらすごい嬉しいし、ね、でやっぱりね、商品紹介にしてもそうやし、観光地紹介にしてもそうやしね、いろんなそのね、参考になってくれたら嬉しいなって思って、で今日はちょっとね、他の動画も撮っとったりね、日本商店でね、テストしたりね、いろんなことやっとってんけどもね、もう暑くてね、外に出る気にもならへんかった、ね、なかなか発展券も今日から見てきれんけども、いるもんがあってね、ちょっと近くまで。
食べて、キュウリがなくなったから、キュウリ買いに行ってきたね。で、まあ、近くのスーパーへね、キュウリ買いに行ってきて、アイス買ってきて食べてね、昼間それでしのいでんけどね、もうね、脳みそが固まんのちゃうかってぐらい暑い。一応まあエアコンつけたんだけどね、効かんかってね。で、除湿が効かんくなってきて、エアコン、冷房に変えたんよ。冷房に変えて、なんとかしのいで、夕方になってきたら、冷房機械になってきて、除湿に変えたら涼しくなってね。だから時間帯でもあるし、昼間はね、50何パーかな、55パーぐらいまで湿度が落ちてたんよ。で、今はね、湿度がね、65パーぐらいまで、70ぐらいまで上がったかな。そうだったから、今度除湿に切り替えたんね。ならね、快適になった。本当にね、除湿と冷房の切り替えで、なんかうまくしのいだらね、と思ってんだけどね。まあ、できるだけね、エアコン温度を下げずにね、下げるとどうしても電気代が増えるから、そこちょっとね、やっていかなきゃなと思って。で、なんかね、ちょっとね、パソコンの方もね、でっかいパソコンまた電気食うかなと思ってるしね、でっかいパソコン結構熱くるんだけども、まあ、ちょっとでっかいパソコン立ち上げて作業してるんだけど、やっぱりね、ハードディスクとか満タンになってね、ちょっと減らしていこうかなと思ったりね、いろいろやってんだけども、まあ、パソコンもね、本当になかったらね、ダメなあっちゃんの大切な、ね、時代やからね、ちゃんと仲もそうにしてね、いらないデータ捨てていかないかなって。いらんことはないねんね、あっちゃんの過去から撮ってきた動画、要はあっちゃん。あっちゃんが撮ってきた動画が消されるように置いてあるんだけどね、まあ別に毎日ご飯食べてね、で編集、うちは動画にしてアップロードしたらね、もういらバンされん限り残るからね、いらんねんけども、でもなんかね、消されへんかって溜めとったらね、勝手に溜まっていくんよ。すぐ溜まんねん、動画って結構重たいねんね、作るのに。もう30本の動画でね、4ギガ5ギガ、4ギガ5ギガの動画を撮って、それを編集して4ギガぐらいとか、もうそれ1本の動画だけで8ギガ、10ギガになるんだよ。だからね、あっちゅう間にね、本当に今、8テラのハードディスク入れてあんねんけども、8テラもあっちゅう間に満タンになったもん。だから8テラのうちね、5ギガぐらいが撮影データやねんね。もうそれも消してしまってもええねんけどね、もう構えながらね。ちょっと今、パソコンのお掃除をしてるんですね。まあ、お掃除の苦手なあっちゃんね、パソコンのファイルも掃除も苦手。何を消してるのかね、見さかのか。一本ずつ動画を見て消しゃいいんだけど、やってられへんしね。もう まとめてバババって消して、消してまずかったら、もういいかもって、半年にいいんならいいか、みたいなね。勢いで消してるんだけどね。どうでもちゃんともう減っていかへんからね。まあ、こんな感じでね、まあ、ちょっとできることをやって、パソコンをね、もうちょっと早くしやらなかなと思って、そんな感じで、ちょっと今日はね、パソコン作業をしながらね、夕方になったんで、今ちょっと軽く、あっちゃんのお昼ご飯動画用の晩ご飯で第1部を撮った、ね、そんな感じでね、今日もゆるっと過ごしてるんでね、まあ、でもね、本当に外に出かけた時ね、売り前するぐらい暑かった、スーパー涼しいでしょう。部屋涼しいでしょ。涼しい、暑い、涼しい、暑いって言い出して体調おかしいなったよ。でもね、ちょっとね、この後もね、ちょっとダルダルなんでね、エナジードリンクでも飲んで、しのごうかな、もうあっちゃんでした。ということで、今日のあっちゃんの、お昼ご飯動画、お昼ご飯じゃないよ、お昼ご飯動画、よかったよと思ったら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。まあ、一日一食にしたらね、慣れてきたんかしらね、順番の思考なんかいらないんだけどね、それはそれでいいと思います。